keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. どうもこんにちは、ヒデです。今回は京都府は宮津市に来ています。宮津は日本海に面してまして、綺麗な海が見れるところです。オーシャンビューがね、見れまして、今テントの中にいてるんですけども、テント型のホテルになってます。で、家族でね、来てまして、このホテルから海がね、一望できます。そういうところでね、一泊二日の旅をしたいと思います。近くには砂浜がありまして、そこで海水浴とかね、あとドローン撮影とかもできます。綺麗な海をね、撮影してきましたので、それをね、見てください。そして、夜はね、ここでテラスで焼肉、そしてバーベキュー、いろんなものをね、焼いたり食べたりします。そして夜はね、こうベッドで寝て、で朝はまた暑くなかったらオーシャンビューでご飯、暑かったらこのテントの中でね、ご飯食べたいと思います。まあこのテントの中はね、クーラーが効いてまして、一応暖房、そして冷房、そういう設備はね、しっかりあります。こんな感じの旅にしたいと思います。そしたら楽しんでいきましょう。
はい、2日目の朝、あそこのね、宿泊したドームを出発して、今は近くにあるワイナリーに来ています。おそらくね、ワインのところですね。行ってみましょう。ですね、宮津の綺麗な海に来ました。結構ね、水が透き通ってて島があるところです。すごくね、空気も綺麗でいい感じのところです。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしね、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。ヒデでした。